エディソン・バシリエビチ・デニソフは、旧ソ連のロシア人作曲家。社会主義リアリズム路線に反抗して、西側の現代音楽と歩調を合わせた作風を取った、ことから、非打教的な、反体制派の作曲家の長老とみなされた。ソビエト連邦の崩壊に前後して、ロシアを去り、西側に事実上亡命した。 シベリアにて放射線の専門家である物理学者の家庭に生まれる。親が偉大なアメリカ人発明家にあやかろうとしたため、エディソンという風変わりな名前をつけられた。作曲家に転校するまでは数学を専攻していた。作曲はドミートリー・ショスタコービチの指導を受けており、作曲家への転身もショスタコービチが親身になって支えてくれた。 その当時のショスタコービチとの所感は現存する。1951年から1956年まで、モスクワ音楽院に学び、作曲を、ビッサリオン・シェバリーンに、還元楽法を、ニコライ・ラコフに、楽曲分析を、ビクトル・ズッケルマンに、ピアノを、ブラジーミル・ベーロフに指示。 1956年から1959年まで、ロシア民話のおとぎ話に基づいて三幕の歌劇、平氏ンを作曲した。モスクワ音楽院を終了すると、そのまま、還元落法や、後には、作曲法の教員として、音楽院に泊まった。主要な門人に、マルクミンコフ、ディミトリスミルノフ、エレーナフィルソバ、ブラジーミル・タルノポルスキー、 セルゲイ・パブレンコ、イヴァン・ソコロフ、ボジダール・スパソフ、エフゲニー・コスティツイン、フワング・ティエレス、ユーリカス・スパロフ、オリガ・ラエバ、アントン・サフロノフ、アレクサンドラ・フィロネンコ、ワディム・カラシコフ、ディミトリー・カプイリン、アレクサンドル・シチェティンスキーなどがいる。当時ソ連で利用することの困難だった楽譜の独自の研究を開始する。現代の作曲技法の様々な側面について、 詳細に分析した一連の論文を執筆し、それと同時に作曲家として自分の活路を乱すために積極的な模索を続けた。1979年には第6回ソ連作曲家同盟会議の席上で西側で開かれたソビエト音楽フェスティバルに承認を得ずして参加したことを咎められ、いわゆるフレンニコフの七人として要注意人物に認定された。 ペレストロイカやグラスノスチの流れに沿って、ソ連現代音楽協会が、モスクワで再興されると、その指導者に担ぎ出された。しかし、ソビエト連邦の崩壊後フランスへ亡命した。1957年に、音楽理論学者、ガリマ・グリゴリエバと結婚したものの1960年生まれの、長男のドミトリ。 1965年生まれの長女のエカテリーナを得た後離婚した。非常に若い秘書と1987年に再婚して1988年に次女のアンナ、1990年に三女のマリアを得て、1990年代は育児の毎日であった。1991年にはエカテリーナの産んだ初孫。 1992年には二人目の孫にも恵まれた。ところが、1990年代に自動車事故で重傷を負い、長年その後遺症に苦しめられた。結局、その事故が原因となり、1996年にパリの入院先で息を引き取った。バレリア・ツェノバの現代音楽の作曲理論には、デニソフのフレーが多数掲載されている。 ガブリエラ・ミストラルの詩に曲付けされ、ピエール・ブレーズに検定された、ソプラノと室内アンサンブルのための連作歌曲、インカの太陽は、デニソフに国際的な名声をもたらした出世作であり、1965年にダルムシュタットとパリで相次いで上演されて大成功を収めた。イーゴリ・ストラビンスキーも本作が気に入り、作曲者の顕著な才能を認めている。 しかしながら、ソ連作曲家同盟によって、西側の悪影響、想像力というより知りたがり、作曲家の完全な一人よがりと酷評された。その後デニソフの作品は、ソ連国内ではしばしば上演禁止となった。現代の国内外の演奏家のために、大作の作曲を続けており、オーレルニコレのために、フルート競争曲を、ギドン・クレーメルのために、 バイオリン競奏曲を書き上げた。ハインツ・ホリガーやエドワルト・ブルンナーにも作品を検定している。ジャンマリー・イロン・レックスのために作ったアルトサクソフォンとピアノのためのソナタはサクソフォン奏者の間で高い評価を得ている。フランシスコ・タンザーの著作に基づきテクストに多言語を用いたレクイエムは厳粛で衝撃的な作品であり、1980年に ハンブルクで初演された。デニソフの主要な舞台を音楽に、ボリス・ビアン原作の歌劇、歌方の日々や、パブロ・ピカソ原作の歌劇、4人の娘、アルフレッド・ドミュッセによる、バレエ音楽、告白が挙げられる。ありがとうございます。